聞く、開花メルマガ。2019年9月24日。お楽しみ様です。一般社団法人、開花 GPE、グローバルピースエデュケーション、村松大輔です。本日も皆さんが、最高の自分を発揮し、素晴らしい一日となるよう、開花より応援しています。本日の開花メッセージ。トラウマは個体ではなく、エネルギー。 30年来の恐怖、40年来のねばならない、これらは長年かけて癒していくもの、凝り固まったものだから一生ほぐれないでしょう、と思ってしまっています。よく、苦労して償いとかしないと魂の成長にならないから、自分で時間をかけてやらなきゃだめでしょう、という観念もあります。私もその観念の強い人です。 ですが、これら、長年持ち合わせているもの、数分で、いや、原理とすると、一瞬で取れてしまうんです。9月21日土曜日の夜、私の中で、瞬間的なスッキリ感、開花セミナーでお伝えしている、パラレルワールドのシフトが起こりました。その数日前、 ある方との打ち合わせで私自身の仕事のある部分がこの数ヶ月伸び悩んでいるところがありその部分の打開策を2人で考えていましたですが思考回路が回らないんですねアイデアが降りてこないスッキリ感がないかつての会社員時代のように思考回路が止まってしまう ああエネルギーが止まってるな何かブロックしているなと感じていました量子力学的に見てみると私たちの内側や周囲の全体はゼロポイントフィールドですそこはアインシュタインやエジソンモーツァルトたちが実際にそこからの生き方で自分の才能を生かしているフィールドです あなたは肉体として存在していますよね。肉体はそれらすべて素粒子でできています。ということは、ゼロポイントフィールドから発生してきているので、アインシュタインもあなたもみんなゼロポイントフィールドです。アインシュタインと私たちの違いは、ただ、 感覚がつかめていないだけです。私が打ち合わせの時に流れが止まって思考回路が止まる。これはかつてのネガティブ感情が強すぎてゼロポイントフィールド側からの流れが日常生活、三次元世界に出てきていない。そういう仕組みです。そのかつてのネガティブ感情、 それが何かあってその伸び悩んでることに対してすっきりスムーズに天の流れのままに進んでいない何だろう21日の土曜日の夜妻カレンに相談してみました妻はクリスタルボールを用いてのセッションを群馬や東京大阪でやっていて開花トレーナーさんが何人も受けてくださり その方々も本当にすっきり一瞬で30年くらいのものがごっそり取れて考え方が180度変わってうちに帰ってみたら旦那さんや娘が全く変わってすごく輝いていて本当に不思議ですもう内側から声が湧いてくるんですと言ってくださっていますこれだけ見るとそんなわけないでしょ怪しいと思いますが 量子レベルで見てみるとちゃんと説明ができるんですね私たちは素粒子で存在しているから常にゼロポイントフィールド側からエネルギーをもらっています例えばゼロポイントフィールドを1万ヘルツだとしますそして許さないとか私はこれだけ苦労してるんだという 観念を 100Hz だとします。この 100Hz のパラレルワールドが濃すぎて、ゼロポイントフィールド側からの1万 Hz が日常生活に出てこない。けれど、ここの 100Hz の観念も個体ではなく観念の波であり、フォトンです。だから、 高い波がかかると 100Hz も振動数を上げるんですね。えじゃあなんで私の内側にあるゼロポイントフィールドの波が高くていつも出ているのに 100Hz が引き上がらないのそれはその人自身の自由意志で私は許さないこれだけ苦労してるんだを持ち続けたいというのが尊重されているからです。 カレンのクリスタルボールによって1万 Hz が広がるとクライアントさんの 100Hz が一挙に1万 Hz になる素粒子には時間の流れがなく今この瞬間の Hz でしか存在しないので突然その場ですっきり30年来のものもシフトしてしまうんです さて、私の話に戻ります。土曜日の夜に妻に相談していたとき、出てきたのが、俺はこれだけ苦労しているということを見せつけることで仕返しをしているというエネルギーが出てきました。現在、ある部分が伸び悩むことで苦労を見せつけるということが無意識に働いていたんです。これは、 かつて20代から30代の頃強く持っていたものですそこはきれいにすっきり感謝でおかげでにしているから大丈夫と思っていたんですがまだいたんですねその部分のエネルギーに気づいて私がびっくりそしてクリスタルボールを奏でながらそのエネルギーを取ったんです 素粒子で全てもわもわだからそのもわもわのエネルギーに高い振動数をかけるんですねすると本当にびっくり何かが抜けた途端に体の重み思考回路が止まる感じが抜けて超すっきり 首にあった違和感がすっきり抜けたんです。イメージで言うと私自身の全体に透明のビニールカバーで覆われていたのが全身すっきり剥がれて内側から「あ,あ自分のまんまでどんどん出していいんだ」となったんですね。 すると思考も全く変わりました。それまでは例えば、絵画と出会って本当によかったとお褒めをいただいたときにあ、ありがとうございますと言ってはみたものの、心のどこかでビニールで跳ね返って、あ、それはよかった、本当に嬉しいという程度でした。22日の日曜日の夜、 第4期、会花アドバンストトレーナーさんたちのセミナー日程でした。その際に、トレーナーさんとの懇親会で、会花と出会って本当に良かったと言ってくださった時に、感謝にプラス。よし、こうやって確実に地球を変えている。しっかり展開している。これを力強くやっていこう。高らかなエネルギーを通し続けよう。 私がそれをやっていくんだという強いものが湧いていたんです。これって実は初めての感覚。日曜日の朝の神社でのお祈りも、開花東京オフィスでのお祈りも、力強さが全然違ったんです。音楽をやっていて、音に敏感なトレーナーさんが、 大ちゃん先生何か変わりました低い音と高い方と倍音が出ていて音もすごく伸びていますよと言ってくれました声も変わるんですねいや本当にトラウマ観念はエネルギーです個体の塊ではありません一瞬でほぐれます 海下村松とカレンのコラボレーション宿泊型ツーデーセミナー、ミッション編、しかも限定10名、空席が出ました。10名限定なので、相当濃いと思います。ありがたいことに、仙台、北九州、近畿からもいらしてくださいます。11月16日土曜日から、 17日日曜日会場は東京ベイ有明ワシントンホテル詳細はこちらそしてカレンのセッションサイトはこちらいつも最後までお聴きくださりありがとうございますでは皆さんにとって最高素晴らしい一日となりますように